1番の辻中を抑え込みます。後ろは2番の佐崎、この後ろ6番の藪下も続いています。バックストレッチ誘導員をかわしたのは7番の石井です。後ろから6番の藪下上がってきました。残り600の鐘、藪下が前を叩いて今日も先手を取っていく。3番手うまくキープしました7番の石井。後方に置かれているのは1番の辻中、縦1列で残りが1周です。6番の藪下の先行、2番手は3番の金沢、3番手7番の石井がまくる体勢じっくりと伺っている。後ろからは1番辻中も仕掛けてくる。バックストレッチ、3番の金沢が後ろの様子を見ながら前出ていった。3番手から仕掛ける7番の石井だが車が出ていかないか。6番の藪下が先行、粘っている6番の藪下、4コーナーから直線、藪下先頭、外から3番の金沢、内側からは2番の佐々木も突っ込んでくるが3番の金沢です。